世界的な株高ムードに乗れない日本株、円高加速で1万6000円割れも視野に、来週の東京株式市場は下値警戒感が高まりそうだ。外為市場で一段と円高に触れれば、日経平均 N2251 万6000円割れが視野に入るという、テクニカルなサポートラインを下回ったことも不安心理につながると指摘されている。一方、円高に歯止めがかかれば年度末に向けた需給の引き締まりで戻りを試すとの見方も出ている。日経平均の予想レンジは1万6000円、1万7300円、15、16日の米連邦公開市場委員会 FOMC で年内の米想定利上げペースが従来の4回から2回となり、外為市場ではドル安、円高が進行。円相場は一時1年4ヶ月ぶりの高値をつけた。原油など商品市況の回復や米国を中心とする株高など世界的にはリスクオン重度が広がっているが、東京市場では円高進行に伴う業績圧迫懸念や投資家心理の悪化などで日経平均は連日下落、一段の円高進行に対する警戒感が高まっている。みずほ証券投資情報部長の倉持康彦氏は、1ドル110円なら来期はギリギリ増益を保てそうだが、割り込めば減益懸念が強まりかねない。その場合、日経平均は1万6000円程度まで下押す、との見方を示す。テクニカル面でも下げ加速が警戒されている。日経平均は2月12日の安値1万4865円と3月1日の安値1万5857円をつなぐラインが下値をサポートしていたが、18日にローラインを割り込んだ。市場では昨年12月以降、似たようなサポートラインを割れると下げが加速しており、今回も急落リスクが意識される国内証券と懸念されている。一方、円高が一服すれば相対的な出遅れ感から日本株が戻りを試す公算も大きい。3月期末という季節的要因から28日の権利付き最終売買日に向けた配当権利取りの動きが株高を支援するという。また、足元では国内年金の動向を示すとされる信託銀行経由の買い越しが継続。年度末の水準を意識した国内機関投資家のドレッシング買いなどが期待され、日経平均は3月14日の直近高値程度までの戻り余地がある大手証券と見られている。主なスケジュールは、国内で25日に2月全国消費者物価指数が発表される。海外では21日の2月米中古住宅販売件数や23日の2月米新築住宅販売件数、24日の2月米耐久財受注などが注目される。25日は聖金曜日で米欧など主要市場が休場となる。民の声に続く。Thank you.
1000万円を預金して年間利息たった100円、ATM 手数料1回、108円ふざけた現実、マイナス金利政策、がいよいよ我々の財布を直撃し始めた最初こそ個人の預金の金利がマイナスになるわけではないので心配無用、という論調だったが、各銀行は次々に預金金利を引き下げ、メガバンクの先陣を切って、三井住友銀行が普通預金金利を 0.021% から 0.001% に引き下げた。これは、1000万円を1年間預けた場合の利息が100円税引き前という利率だ。一度でも ATM で引き出して108円の利用時間外手数料を払えば、むしろマイナスになる。もはや、金利と呼べる次元ではなくなった。なお、マイナス金利導入の影響で、10年ものの日本国債の利回りも低下し、マイナスになる事態に陥った。国債の買い手である保険会社の影響も避けられず、今後は貯蓄性の高い終身保険や学資保険の利回りが見直され、新規で加入する場合は利回りを下げるか、保険料が値上げになる可能性も出てくる。早くも、いくつかの保険会社が一時払い終身保険の販売停止を決めたというニュースも流れた。証券会社における普通預金的商品だった MRF、マネーリザーブファンドについても、運用がマイナスに転じて元本割れの恐れあり、と言われると、マイナス金利は、すでに我々の資産にもマイナス影響だ、と言いたくなる。金融機関に預けているだけで資産がマイナスになる時代が来た。と肝に銘じなくてはいけない。普通預金の金利が限りなくゼロになると、意識しなくてはならないのが ATM の手数料だ。通常の銀行では、預金の引き出しは、自己 ATM であれば、利用時間内は無料でできる。しかし昨今、銀行の支店は、統廃合が進み、お金を下ろしたくても、銀行がないということも多い。そして、その結果、コンビニエンスストアの ATM を利用するしか手がなくなる。しかし、うかつにコンビニ ATM を利用すると、利用時間内でも108円の手数料がかかる場合が多い。飲み会代の5000円を引き出すだけで 2.2% 近い手数料を取られるわけだ。この先、消費税が 10% に上がれば、ATM 手数料も110円まで引き上げられる可能性がある。マイナス金利時代に立ち向かうには、まずはこのコンビニ ATM の手数料を無料にする方法を知ることが不可欠だ。手っ取り早いのが、各銀行のサービスを利用することだ。メガバンクでは、三井住友の SMBC ポイントパック、三菱東京 UFJ 銀行のスーパー普通預金、メインバンクプラス、みずほ銀行のみずほマイレージクラブ、などがある。インターネット上で現在の口座から切り替えることができ、別途ネットバンキングの申し込みが必要な場合あり、給与振込口座への指定や金融資産の残高に応じて月3から4回程度、コンビニ ATM 手数料が無料になる。地方銀行でも同様のサービスを用意している銀行があるので、給与振込口座に設定している銀行で利用できるかどうか確認してみよう。また、自己 ATM でも利用時間代は手数料がかかるが、意外にも、その条件は横並びではない。例えば、三井住友は毎月25日26日は時間外手数料が終日無料になる。三菱東京 UFJ は平日なら21時までは無料で引き出すことができる。複数の口座を持っている人は覚えておくといざという時に役立つはずだ。民の声に続く。
外国人投資家、3月第2週に日本株を1兆5800億円売り越し、過去最大。財務省が17日発表した対外及び対内証券売買契約などの状況、週刊指定報告機関ベースによると、3月6から12日の海外投資家による日本株への投資は10週連続の売り越しだった。売越額は1兆5832億円となり、統計を始めた2005年以降で過去最大だった。週前半に外国為替市場での円高ドル安を嫌気した売りが出た。11日は株価指数先物オプション3月ものの特別生産指数 SQ の算出比で、先物と現物株を組み合わせた最低取引の解消に伴う売りも膨らんだようだ。海外投資家は国内の中長期債を2週ぶりに買い越した。短期債は2週連続の買い越しだった。一方、国内投資家による海外の中長期債への投資は4週連続の買い越しとなり、売越額は8973億円だった。海外株式への投資は11週連続の買い越しだった。民の声に続く。